ファウンテンバレーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ軍の都市。2010年国勢調査で、の人口は55,313人。典型的なベッドタウンであり、主に中流階級の住宅地である。ファウンテンバレーを取り囲む地域には、もともとトングバ族が暮らしていた。現在のファウンテンバレーを含む1,200平方キロメートルの土地が、マネルニエトに払い下げられ、 ヨーロッパ人の入植が始まった。その後、土地の支配者はスペインから独立したメキシコに変わり、さらに、グアダルーペイダルゴ条約によって、アメリカ合衆国の一部となった。地は1957年にタルバート法人化された。ファウンテンバレーという名前は、当時地下水位が非常に高く、地雰みが多く見られたために選ばれた。初期の住民は土地を農地として、 使えるようにするために排水路を建設した。1960年代までの土地利用は農地が優勢であったが、それ以降は分譲住宅の建設が加速していった。初代市長は日系人のジェームズ・カンドが務めた。アメリカ本土の市で日系人が市長になった例は、これが初めてであった。1975年のイゴン陥落の後、 とりわけ1970年代後半から1980年代には大量のベトナム難民が殺到しファウンテンバレーにも住み着いた。そのため市のアジア系住民の比率は高くなった。市内を週間高速道路405号線が北西南東方向に通過しており市を斜めに2分している。市の南側、西側ではハンティントンビーチ、北側では ウェストミンスターとガーデングローブに、北東ではサンターナに、南東ではコスタメサに接している。東はサンターナ川が境界になっている。市内にあるマイルスクエア地域公園は2.6平方キロメートルの面積の中に2つの湖、18ホールのゴルフコース、運動場、屋根付きの休憩所、カリフォルニア原産の植物が植えられた8万線。 平方メートルのエリア、さらにテニスコート、バスケットボール場、野球場、ラケットボール場、体育館がある22万平方メートルのレクリエーションセンターを備える。レクリエーションセンターと市の管理するスポーツ場の再開発は2009年の初めに完成した。消防、救急医療サービスはファウンテンバレー消防局の2カ所の消防署によって賄われる。 救急搬送はケアアンビュランスサービスが担っている。警察はファウンテンバレー警察の管轄である。オレンジ郡衛生地区の事務所と下水処理庁が市内のサンターナ側に隣接した場所にある。アメリカ西部では3番目の規模の衛生地区となっている。市内にはオレンジ郡水道地区の本部もある。オレンジ郡水道地区ではオレンジ郡北部、中部における地下水盆の管理と 地下水観葉システムの運用を行っている。観葉のための世界最大規模の浄水場がある。ファウンテンバレーには認可された病院が2つある。ファウンテンバレー地域病院は400床、オレンジコースト記念病院は230床の規模である。市内には、教会が18箇所、ユダヤ教会各派のシナゴーグ、モスクが一つずつある。地元の新聞は、 ファウンテンバレービューが実で、オレンジ群レジスターが実によって運営されている。ファウンテンバレーの住民の大半は他の中心市街地に通勤している。しかしここ数年はサンターナ川に近いサウスパーク地区が商業の中心地として成長するのに伴い、市内でも働き口が増えてきている。地域の経済は、かつては農業を基盤としていたが、現在はイチゴの農園が点在していたり、 小規模な農作物が生産されているに過ぎない。農業は次第に新たな事業にとって変わられていった。ファウンテンバレーには現代自動車アメリカ d リンク社の国内本部メモリモジュールの製造を手掛けるキングストンテクノロジー、軍隊や警察で使用される懐中電灯の製造を行う LLC のシュアファイア社の本社がある。サウスパーク商業地区には d リンク社のほか スターバックス、サツラ、オレンジ軍レジスター市などの事務所がある。軽工業を手掛ける業者も少ないながら存在する。農立の海外営業所である、農立アメリカ社も市内にある。ラッシュアワージには、ファウンテンバレー付近で、週間高速道路405号線の渋滞が、頻繁に起こることからも、商業の成長が見て取れる。市の包括的年間財務報告書二千九年版によれば、 市内の大きな雇用者は以下の通りである。毎年6月には市内のマイルスクエア地域公園で夏祭りが開催される。祭りでは自動車の展示会や移動遊園地、音楽、屋台などを楽しめる。市内には高校が3校、中学校が4校、小学校が9校、K12 と K-8 の学校が1校ずつある。市内に在住しているが、 他の市の学校に通う児童、生徒も存在する。ファウンテンバレーにはコーストラインコミュニティカレッジがキャンパスを置いている。コスタメサにあるオレンジコースト大学やハンティントンビーチのゴールデンウェスト大学も市の近くにある。市内にはオレンジ軍交通局が運行するバス路線が通っている。33、35、37、70、72、 74、172の各路線が市の主要な通りをカバーしている。大通りのほとんどには自転車専用レーンが設置されている。サンターナ川沿いにはコロナ市から市を通過して太平洋まで続く自転車専用道路がある。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。カリフォルニア州議会ではファウンテンバレーは上院の 第34選挙区、会員の第72選挙区に属している。アメリカ合衆国会員では、カリフォルニア第48選挙区に属しており、共和党のダナローラバッカーが選出されている。ありがとうございます。